ノブセリが、竹は、岐阜県郡上市白鳥町と福井県大野市の境に、ある、標高1674メートルの山。両城山地の山で、日本三百名山及び岐阜百山に選定されている。ノブセリが竹の東側には、糸城川があり、その支流の水高谷と小白山谷の源流の山である。一般的な登山道がなく、豪雪地帯であり。 春先の残雪期に登られる山である。岐阜県郡上市城在所にある白山中井神社から糸代川の大神橋を西に渡ると、信ぶせが竹方面への林道がある。この林道終点の標高1,050メートル付近までは、杉の植林地となっている。林道終点の先は和田の小池や地島がある以前は、和田山牧場だった平坦な場所がある。 春先にこの雪面の上にテントを張って、周辺の山へ登るスキーヤーやハイカーがいる。その上部の山腹には、ブナ林が多い。山頂付近は、熊笹に覆われている。山頂には、山東三角点が設置されている。かつては、信瀬林が竹と小白山との安部の橋立峠が、岐阜県郡上市白鳥町と福井県大野市田派との往路に利用されていた。 一般登山道がないため、残雪期の3月下旬から4月中旬が撤去で、無雪期の登頂は困難とされている。山頂からは、北に、別山とその左奥に白山、東には、大日ヶ岳と、両線合しに来たアルプスと、御嶽山、南に、農業白山や荒島学、西には、京ヶ岳と関登山などを望むことができる。両白山地の一の峰と調子が、 峰の間から、岩橋寺山、よも太郎山、日吉山、なぎなた山からのぶせりが竹、昭白山へと南に伸びる細長い尾根城にある。その尾根の南端は、くずり川で遮られている。南側の昭白山との間には、橋立峠の暗部がある。調子が、峰から望む周辺の山々左からのぶせりが竹、なぎなた山、よも太郎山北側には、両城山地の山々が連なる。 この山域は白山国立公園の指定区域外である。南側には農業白山などの小しび山地の山々が連なる。日本海へと流れる以下のく流川水系の支流の源流部にある。ありがとうございます。